再生する希望を持ったというのに最後に呪い殺してしまうとはな。人間の自尊心とは魔物のようではないか。でもなんだいずこよ。その魔物のために生きる人生もある。ようこそ、フラミノモーレ。どうか娘を救ってあげてください。裁判なんて勝つか負けるかじゃない。おばちゃん、また私はあいつに殺されたの。お行きなさい。スカイハイ2は日産自動車とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。